熟練のカツラ職人が新潟で手作りをしておりますオ小田メイド専門のカツラ屋さんデリエンスの小林です私が独立をするきっかけとなりましたある男の子の患者さんですね抗がん剤治療をして髪の毛が抜けてしまったお子さんですけれどもそのご両親が成功なカツラを作ってあげようと ということで、大手のメーカーにオーダーメイド製品を注文しようとしたところ、あまりの高額な料金でびっくりしたというお話がありましたけれども、その金額というのは、80万円ということで、当時、大手のカツラ会社から言われたそうです。